ロッカーカバーを組み立てます。ロッカーカバーの組み立てはカバーの中にアームとカラーを入れてシャフトを差し込みナットを締め付け完成になります。それでは実際やっていきます。アームには向きがありますので向きだけ気をつけて入れてください。アームを入れましたら次にカラーを入れます。カラーを入れた後シャフトを入れるんですが、ちょっとこのシャフトがすんなり入らない場合は軽くまあプラスチックハンマー等で押し込んであげれば良いかと思います。シャフトがきっちり入ったらワッシャーを入れてナットを取り付けます。このナットは規定トルクで締め付けなければいけません。規定トルクは16から24ニュートンメートルになります。